Windows に HP プリンタをインストールするには HPEZ スタートと呼ばれる HP プリンタのダウンロードとインストールを自動的に行うアプリケーションを使用しますインストールの前にプリンタのセットアップが完了し電源が入っていることを確認しますプリンタドコンピューターが USB ケーブルで接続されている場合はインストールソフトウェアからの指示があるまでケーブルを外しておきますお使いのコンピュータで Web ブ,ブラウザーを開いて 1 2 3 h p c o m s e t u p に移動しますダウンロードを選択し、お使いのコンピュータに HP Easy Start を保存します保存したファイルを開いて、HP Easy Start を解凍します Windows のダイアログが表示された場合は、続行、実行、または、はいを選択してコンピュータへの変更を許可します USB ケーブルの端の平らな方をコンピューターに、四角い方をプリンタに接続します利用規約の画面で、使用許諾契約書およびステートメントに目を通し、チェックボックスを選択して条件に同意します続行を選択しますネットワークまたはコンピュータに接続されているプリンタがアプリケーションによって検出され、お使いのプリンタが表示されます インストールするプリンタが表示されない場合は私のプリンタが表示されていないを選択してお使いのプリンタを特定します一部のプリンタモデルは HPEasyStart でサポートされていませんお使いのプリンタが検出されない場合または特定できない場合はサポート .hp.com にアクセスしてお使いのプリンタ用のソフトウェアとドライバをダウンロードしてくださいコンピュータとプリンタの間に接続が確立されます 続行を選択します HP Easy Start は、お使いのプリンタ用の最新ドライバーとソフトウェアを探します使用可能なすべてのソフトウェアとドライバーが HP 推奨のソフトウェアとともに表示されますニーズに最も適したソフトウェアとドライバを選択し、続行を選択してソフトウェアをダウンロードしますダウンロードが完了すると、プリンタソフトウェアの回答と実行が自動的に行われます ソフトウェアの選択画面からソフトウェアの選択をカスタマイズをクリックしてソフトウェアのインストールをカスタマイズできます次へを選択します残りの画面の指示を読んで応答しお好きな設定を行い個人情報を入力しますセットアップが完了したら完了をクリックします HP プリンタアシスタントが自動的に起動しますこのアプリケーションはプリンタとともにインストールされドキュメントや写真のスキャン消耗品の注文 インク残量の確認などを行うことができます以上でプリンタの準備は完了です